のラジオビバリーヒルズ、今週はビバデミー賞2022。本日初日の受賞者はドランクドラゴン、散々お世話になった鈴木拓さんがなんとコロナでお休み、代表して塚地武雅さんを表彰します。いや本当ね、散々お世話になっててこないっていうのは奥ゆかしいっていうのは、なんていうの、腰が引けてるっていうのがさ、初めてメインだったの今日は。そうですよね、今日は主役だった。そんなことなかなかないじゃないですか。今までピンチヒッターピンチヒッター、はい、今日はメインでお呼びしたのよ。そうですよ、ピンチヒッターしてたことにおいての、そうです、表彰だから、ありがとうだから、はい、そうです、表彰でございます。そこでない大変だよ、また大変だよ、ピンチヒッターみたいになっちゃって。早速じゃあ紹介しましょう。はい、本日のゲストご紹介です、はい、ビバデミー賞2022、ドランクドラゴンの塚地武雅さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。いや、おめでとうございますよ、ね、ちょっとあまりピンとこないんですけども。じゃあちょっとプロフィールがありますので、はいはい、塚地武雅さんでございます、はい、大阪府のご出身、ただいま50歳です、はい、ちょうど50、そうです、ちょうど50です、はい、そして大学卒業後に就職営業職を担当しておりましたが、24歳の時にプロダクション人力車のお笑い用事に入学されたという。仏壇屋で働いてたんですもん、そう、はい、じゃあ仏壇売ってたの、はい、すごい、もうすぐ私死にますかみたいな。いやいや、だから飛び込みはできないです、さすがに。私死にますよみたいな。っていうことはできる。言うことはできる。あ、そう。そうだ、でもお笑いに興味があったというか。そうですね、やりたいという気持ちになっちゃったもんで始めた感じですよ、ね、はい。あ、そこで会ったの、たくさん。はい、たくさんと出会いました。出会って。はい。ああ、そして1996年にドランクドラゴンドラドラを、なんでドラドラになったの名前。でも僕があのカンフー映画が好きだったもんで、うん、あのジャッキーチェンのドランクモンキー水拳と、うん、ブルースリーの燃えよドラゴン、うん、足した感じなんですよ、なるほど、はい、ドラゴン、あまり深い意味は深いですね、はい、結成大円とか作ればいいな。当時から大円、当時からピンチいった大円とか大だ。結成当初から塚地さんのコントでの演技力には定評がありました、ね、エンタの神様、そして爆笑オンエアバトルなどなどネタ番組で大活躍、うん、フジテレビの羽根らの扉、ね、レギュラーなどで全国に知名度がアップでございます、うん、それと並行して塚地さん、もう役者だもんだと、いやいや役者業が、ね、俳優だから役者が大演賞をもらわないでしょ。大演唱役者がな、そりゃそうだ、本当相方、あんまり役者で相方いないからね。そうですよ、役者の相方、活躍を広げております。2004年の日本テレビの子犬のワルツ、そして2006年には森田芳光監督、森田芳光監督、森田兄弟では佐々木蔵之介さんとダブル主演でございます。なんとキネマ旬報ブルーリボン賞、いっぱいもらったよねこれ賞ね、そうなんすよ、もうほとんど森田君最後だからアカデミー賞とか、はい、新人賞3冠を獲得、そうなめさせていただきましたね、すごい、ペロ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 全部手出してましたよ、すごいですね、そんな目させてもらって。そして2007年にはおなじみドラマペロペロだから、裸の大将、おにぎりをペロペロさせてもらって、ペロペロ勝ちだから、ペロペロ勝ち、山下清役に大抜擢でございます、はい、ね、これすごかったですね。その後に NHK のコント番組ライフ、人生に、うん、捧げるコントではですね、イカ大王のキャラクターが だって紅白出たもんな、そうですね、見切れるっていうのを5年やりましたよ、ほとんど記憶に残ってないらしいんですけど、5年やった、5回やったんですよ、すレギュラーだね、そうなんですよ、5年やったらすごいよ、見切れるっていうだけを、いかだよ、昨年秋に公開されました映画埋め切らぬバカでは、自閉症を抱える中年男性を演じます、うん、そして役者としての幅広さを印象付けました、うん、そんな方が本日のゲスト、はい、ドランクドラゴン塚地武雅さんです、はい、どうもありがとうございます。まあまあ今日はね、相方の代理ということで、はい、今日は来てもらいました、ね、どうですかこの賞を相方が取ったことについて。そうですね、彼はなかなか賞に恵まれてない人間なので、なので、あ、こういう機会はね、こんなことしてもらえるだなって、なんか芸としてね、下手したら初めてなのかもしれない、あいつの人生において賞をもらえる。二人はなんかでしょ、漫才では取ってない、コントではないですね、あの人でいわゆる色物屋とか、そういうなんかこう番組中にこうなると賞金みたいなのとかはありますが、うんうんうん、いわゆるライブシーンではたくさん優勝させたりもらったりしましたが、うんうんうん、テレビでみたいなのはなかったです、そう、はい、休んでみるもんだな、ね、休んでみるもんだな、本当によくわかんないけど、そうで、映画では賞いっぱい取ってるんだからな、そうなんですね、僕はいただいてるんですが、うん、役者業もやりたいというのは、はい、ご自分ではあったんですか。いや、最初はなかったです、なかったの、はい、やっぱりコントだけでやりたい、そうですね、うんうん、本当にアネビの扉のコント番組でやってた、うん、あのロバート秋山と僕のなんかオタクのキャラクターが、うん、最高だよね、なんかハマったから、うんうんうん、月9に
出てくれみたいな、その役とかコントのキャラクターのまま出てくれみたいなね。キャラクターでドラマに出てくんないから。それが一番最初なんですよ。松たか子さんの同僚役で。あ、そのあのキャラクターでやってね。はい。わあ、それ面白いね。そっからなんかあれよあれよとこう呼んでもらえるようになってって感じなんで、そんなつもり全くなかったです。はい。そう。胸光ってますね。じゃあ先にあのさ、あのほら片付けちゃおうかな。そんなノリで。一応ね。あるからさ、これまずほらワインがあるでしょ。すごい。でございます。こちらすごい。これほら2本あるから。ちょっとうわ。フランス。ありがとうございます。フランス産の赤ワインでございます。はい、そうでございます。はい、それでは先生、これフランス産でね、なんだっけ。はい、フランス産の赤ワインで、はい。埼玉のビストロ山さんが心を込めて刻印してくれて、これ取ってくれたんです。本当だ。文字書いてある。シャトレルージュ最高級のワインでございます。これ2本2人。刻印してくださいました。刻印してもらって。ドラゴン様って。ありがとうございます。な、本当ちゃんと表示する。すごい。これ使ったですよ、鈴木さんのために。ですよね。で直接展示もらえないんでしょあいつは。ほら表彰状もあるから。うわすごい。そうでございます。それでは高田先生、はい、よろしくお願いします。ドランクドラゴンどの。ビバデミー賞2020大演大優勝と書いてます。ありがとうございます、鈴木拓殿、あなたは世の中が何かと大変な状況となり、ラジオパーソナリティが次々と休むようなことになってしまった時、いつ連絡してもいい感じでスケジュール OK と書いておりました。ビバリー、おかげさまで常に大演 OK の心強いスタンスを発揮しました、うん、ビバリーヒルズも何度も助けてくれましたと。困った時のタク様様ですと、塚地様、映画埋め切らぬバカの主演を、おい塚ちゃんのこと書いてある。 ありがとうございます。埋め切らぬバカの主演をはじめ俳優としてますますのご活躍、その際鈴木拓殿をバーターにもせず放置しておいてくださったおかげで回り回ってこれでみんなが助かりましたとぐるぐる回ってほらタクをずっとね、はいはい、ぐるぐる回しを振りで、はい、ドランクドラゴンどのあんたは偉い、リバデミー賞選考委員長高田文夫と。ありがとうございます。すみません、いただきます、はい、ありがとうございます。いいな、賞状が先生から塚地さんに渡されました。鈴木がですね、大演大演だっていざ本人呼ばれた時に休むということそうなんですよ。どうしてあんだけ空いてたのに、うん、この手はまだまだ使えるってことだね。あいつはね、まだ使えるこれの繰り返しになると思いますけど、おなじみになる古典になってくからね、伝統芸になってくからだんだんいざ自分の時来ないと。ということでじゃあ表彰はタックンね、はい、ありがとうございます。そしてラジオショーももクロのクラブバレンタインイベント、はい、BTS の特番たくさんたくさん本当に本当だ、ありがとうございました。あいつからうちから、ありがとうございます。ももクロまで代言してんだ。そうですよ、僕だって言うても代言みたいなもゲストばっかり呼ばれてて、ちょっと2人でやらせてくださいよ日本放送さん。2人の枠ない？ないんですよ。ドラッグドラゴンないの2人。なんでその空いてる時だけ引っ張りだこに我々呼ばれて、テイロイ遊び相手みたいな。本当ですよ、昼間にあいつがいて夜俺が行ってみたいな。日本放送あちこちあちこち。あちこちあちこち。BTS もね。そうですよ。ありがとうございます。なんか今日呼ばれてないですから、2回連続でちょっと活躍したはずやのに。あれだあれ BTS って貼ってる。ねえ、古谷さん1人になっちゃって。せっかく BTS だって聞くけど詳しいのにな。本当ですよ。何？鈴木拓さんから受賞のコメント。スター気取りじゃないですか。何なんですか。ちょっと失礼伺いませんがみたいな。なんかスタッフがねコメントを取ってる、はい、コメント受賞のコメントが届いております。はい、読ませていただきます、はい、鈴木さんからです、はい、自分は電話一本でのこのこやってくる都合の良い芸人でございます。そうね、そうね、そうして何度呼ばれても本妻にはなれないことを自覚しております。本命の本妻にはなれず、うん、愛人と呼ばれる人の気持ちが最近妙に分かってきました、うん、これも日本放送さんのおかげでございます。代打代打で出演して していた時、高田先生から鈴木は今までで一番働いてるんじゃないかと声をかけていただきました。僕は調子に乗りはいと答えました。しかし実はあれこれ以上働くなよという高田先生の呪いではないかと思っております。ですので、ですので高田先生別の呪いをかけてドランクドラゴンにぜひレギュラーを編成に言っとかないと。本当ですよ、2人してということでお願いしま す, ます。あ、じゃあコメントは出す元気はあったんだ。そうですね、本当ね、コメントでね、コメント何様なんだよな。何様ひどりやがっていないでいかないけどコメントだけ出しましょうみたいな。
何様ありますよ。ハリウッドスターみたいなことしちゃう。ハリウッドスターですね。ハリウッドスターだよ。コメントだけ出して。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、相方からね、一言その受賞した、はい、タクさんに、はい、何かメッセージも。そうなんですよ。鈴木に、なんかね、直してほしいとこみたいな、ちょっとこう、お題でいただいてたんですよ。うんうん、あ、相方がね。でこれをちょっと鈴木に直してほしいと思って、あるんだ、うん、見た目が汚いっていうのを言おうと思ってて、でそれ直しようがないでしょ、だっていやでもなんかそれなりにメイクするなり髪の毛セットするなりはできるじゃないですか、髪の毛はな、それを全然しないんで、あいつが今日いると思ったからこの絵にしたんですよ俺ただの悪口みたいになっちゃってるじゃないですか、いないところ汚いあいつって言って、いると思ったから楽さんだよ、そうです、直せっていうことは直接言いたくて書いたのに、いないところでいないから陰口みたいになっちゃった汚いんすよあいつはほんまもういやだから釣りとかが趣味で ね, そ, うだねそれが仕事になってるもんね、はい、そうです、仕事もプライベートも行くんですけど、うんうんうん、それは日焼け対策とか全くしないから、あららららなんか頭に例えばなんかこう GoPro とかつけて撮影とかしてるじゃないですか、うんはい、だからそこの部分だけ真っ白なんですよだからおでこ真っ白で顔真っ黒とか焼けちゃって、はい、見てられへんじゃないですかテレビで、おでこ白いけどあれどういうことなんだ、ハチマキ巻いてやってんのかなみたいな、そう気を使えると思ったな本当、うん、せめてそれのなんか「わらがみ様」って番組に出てなんか綱渡りをするみたいなのあったんですよ、うんはい、でそれでなんかこう苦労して練習してる姿を抜かれてるんですけど、スタジオの内村さんとか宮川大輔さんとか千鳥とかが「顔汚いな」っていうここをずっともういじるぐらい顔汚けてんなみたいな言われてんのせっかくの名シーンも顔のせいで、あらららら、台無しになって、で、結果、怪我して、綱渡りできなかったです。肝心な時、そんなばっかりだな。ばっかりなんです。肝心な時にダメっていうのパターンが多いんだな。昔から泡なの、彼は。そうですね。基本的にはもう、なんか、間の悪い男ですし、汚くも悪い。いや、跳ねるの扉って番組に決まった時も、うん、その、なんか、オーディション番組があったんですよ。うん、それで、一番最初のネタで、鈴木がセンターに板付きで、うん、で、お客さんもいて、みたいな、うん、公開収録だったんで、うん、それで、真っ暗になるから、見えないからって言うので、ディレクターが、俺がお前のセンターまで連れて行くから、俺についてこいって言って、パーってついて行って、名店になった鈴木がセンターにいないんですよ。ほんで、袖でディレクターの声で、どこまでついてきてんだよって。ずっとついてきて。ついてこいって言われたから、ここだぞってってセンターに言われてから、戻る時もついていたの。舞台にいないわけだよ。舞台にいないんすよ。役者が。板付きの設定やのに。わかってないんだよ。そういうやつだ。そういうやつです。まあ、それ面白がってくれて、よしにしてもらいましたけど、本来なら危ない危ない。強化ってそうですよ。皆さんが面白がってくれてるからええけど、本来なら企画丸つぶれですからね。それ初日だからね、最初の受賞者なしみたいになるからね。本当だよね。そう、そんな人生ですね。そんな人生、主役にはなれない。そう、学校かなんか人力車でも行けたの？そうですね。養成所で。はい。もう何もできなくて。それが面白かったんですよ。それはね。見つけたわけ、彼を。そうなんですよ。やっぱ変だなと思ったの。変でした、もう。朝から声かけて、一緒にやろうと。うん、はい。宿題とか出されるんですけど、絶対次の日できないんですよ。絶対できない。何にもできない。何のエピソードトークもない。大喜利も手を挙げない。何にもしないっていう。何もしない。でも来るんです。よくこの世界入ろうと思ったな、そういう世界で。あ、なんか面白いなと思って、なんかこう、ツッコミ上手い人とか、ボケすごい人っていうより、なんか化学反応起きるかな、みたいな。面白いの手に入れたよね。はい。面白いな。拾いましたよ。緊張ですか。はい、やっぱり梅切れのバカ、はい、評判良かったねこれ。いやありがたいお話で、加賀さんとも共演されて、はい、そうですね、本当にさっぱりしていいそうだね。むちゃくちゃかっこよかったですね。かっこよかった。やっぱそのそれまではラフな格好で現場入りするんですけど、マスクしてるけどやっぱ加賀真理子っていうのはもう分かるオーラ出てる、ね、かっこいいからね。でいざその役どころに入ったら母役なんですけど、僕の、そしたらもうどこにいるのか分かんないですよ。もう、はあ、一般人に溶け込むとか、庶民的な感じになるから、このギャップに。女優ですね。はい。で、加賀さんが、お友達が、塚地さんと一緒に共演できてよかったねと、塚地さんすごい役者だねって言われたのよって言って、うん、そんなになさってる人なんですかって聞いたら、うん、女優の浅岡瑠璃子さん。すごい浅野子さんから聞いた噂なんだ。そうなんですよ。ありがたいねお前も。本当ですよ。また事の範囲乗らない言葉に。天下の浅野子、天下の加賀真理子だよ。本当ですよ。もう永遠なこれだよ。で相方鈴木ですからね。鈴木、これでバランスだよお前ね。お前バランス。人生ぐちゃぐちゃなさ感じよ。いや本当ですね。そうよかったで、ね。で最近夢中になってることがあるの。はい、何ですか夢中になってることって。寝る。
寝る睡眠、寝ることいい睡眠しましょう。惜しいですね、ちゃんとした、うん、だからもう枕一つでも低反発、うん、高反発、何か有反発みたいな、はい、いろんな人とやったじゃないですか、低反発ほんまにゆっくり帰ってくるから今ゆっくりしてる状態、低反発芸人のね、低反発でおなじみの低反発いるじゃないか、はい、うん、とかもあるから、いろいろ確かめて、今なんかジェル状のなんかいいやつがあるからってそれつけてるんですけど、結局それもなくして何にも敷かずに寝たりとかするから、知りたいなと思いながら。横向きに寝た方がいいですよ、息吹とか。いや僕ね、でも無呼吸症候群でもあるから、怖いな、はい、機械つけてるんですよ、 CPAP って。あ、つけてるのあれ、はい、でそのパイプみたいなからね、空気出てくれる、それがまたそのあの鼻の上の部分から目の方にちょっとあの息が漏れるからシューってなるんですよ。そうするとドライアイになっちゃうから、アイマスクしながらやってるんで、いろんなもんつけなきゃ。そう、なんか戦闘機のパイロットみたいになってるんです俺。トップガンみたいな、トップガンみたいになっちゃってすごいね、寝るとき。でもちょっと楽になりますね。そうですね、やっぱり睡眠大事やなと。そうしないと体ね、悪くしたり大炎で休んだりすることになるからね。もあるし、常に体調はな、はい、体調よく。ここで一曲じゃあリクエスト聞いて、その後半聞きましょう。はい、お願いいたします。跳ねるの飛びるという、跳ね飛びで、はい、それのコントから派生しました。塚地武が包み伝わすし、梶原雄太で、言いたいことも言えずに、はい。僕が言いたいのはね、生きていくってことはね。塚地武賀さん、堤下敦史さん、梶原雄太さんで、言いたいことも言えずにお届けいたしました。はい。で、後半はですね、はい、ウエスト3、ね、はい。はい。選んでもらいましょう。はい。塚地さんには最近のマイニュースベスト3を、ね、自分のニュース。はい。それでは、マイニュース第3位は、はい。朝ドラおちょやんで漫才師、うん、花車あたろう役。そうか、やったんだ、これ、おちょやんで。そうなんですよ。そうだ。放送自体はもう1年ぐらい前になるんですけど、ね、やっぱ朝ドラってこう人気が根強いから、うん、街ロケしてるとおばさま方が、あたろうさん、あたろうさん、すごい。おばちゃんたち強いよな、絶対。強いな、絶対。強いな、見てるもんな。しかもなんか僕の役どころが、うん、あの、そもそも千代ちゃんって杉咲花ちゃんがやった、うん、あの、役の、うん、結婚してた一平という成田亮君が演じてた役が、うんうん、女遊びしちゃって、うんうんうん、別れて、うんうん、なおかつ芸能活動もやめちゃう、うんうん。で、その子をラジオで出したいって言って呼び戻す役やったんですよ。うんうんうん、だからおばさま方が、うんうん、あんたのおかげで、本当に千代ちゃん救われたわよって言ってくれるんですけど、やっぱりね、男はね、顔じゃないって、俺めちゃくちゃ強く言ってくるんですよ。男は顔じゃないよ、あんた。いいよ、あんた。あんたいいよ。心のイケメンってすげえ言われるけど。心のイケメンとしてくれよ、もうそんなもん。ちゃんとしたイケメンにしてくれへんのよな、っていう。顔じゃないから、男は。顔じゃない。ああ、そういう役だったから、そうなんですよ。おばちゃんで心がキャッチャーで、はい、ね、協力やっぱありますね。ですね。そうか、俺おちゃん見てなかったな。そうか。え、あちゃこ先生の役なんだ。そうなんですよ。すごいの。じゃあ相方は煙突は？煙突がいなくて、もう解散した後のラジオドラマからのお話やったんで。ああ、ラジオドラマお父さん。はい。漫才師の花車さんのね、役でございました。そうや。花車当たろ。すごいね。なかなかまとめたんだ。花火師あちゃこからの、はい、いいじゃないよ。それでは、はい、塚地さんにお伺いします。最近のマイニュース第2位は、テレビ朝日ドラマ、うん、緊急取調室のメイク室で。そうだよ、筋トレだよ、はい、筋トレも出させていただいてるんですが、はいはい、でこの間スペシャルこの年始のやつやった時に、うんうん、あのレギュラーのシリーズからはちょっと立ってたもんで、うん、とうとう僕も50になりましたよってメイク室のメイクさんに言ってたんですよ、うんうん、でまあ、ちょっと年いったぞっていうつもりで話してたら、うんうん、隣に小日向文雄さんが座ってらっしゃって、小日向さん、はい、若ーって言われたんですよ。あ、小日向さんから見ればな、はい、うん、僕らが20代にするようなリアクションやったんで、あ、うん、そうかと。なんかこう50ってこうなんかこうバラエティ番組でやってると周りが結構若い子が多いから、ね、うん、自分が一番年上みたいなこと多いんですけど、あ、そうかそうか、ドラマ行くとそうね、ベテラン多いからね、ベテラン俳優さん、うん、でそれ聞いて、あ、まだまだやなっていうふうに思いましたね、うん、はい、そうですよ、女優さんだってそうですよね、これはない画像解析のエキスパートなの。そうですね、サイバー班の役で、僕パソコンも全然やらない。全く知らない。それでこれ役だの？やってる。うん、教わって。帰ってるんですよ。何にもできないです。芝居だけして、指の芝居。指の芝居して。指の芝居だけして。大変ですよね、
ね、だからパソコンやらないです。もう最新機能ね、使うから。ああ、そうですか。じゃあなんかはい、ナイツの花輪くんの芝居とか見てる棒芝居。見ました、見ました。棒芝居見てる棒ぶり。あれはもう味ですよね。棒デカどうですか、棒デカは。棒デカ。棒デカナイトって言われてるから。ちょっと富澤が増えたからね。あんな棒はないですよね、なかなか。俺は流れるような棒読みって名付けたんだよ。お前は流れるような棒読みだったな。流木みたいなことです。そう棒が流れてるんだよ。すごい。あれはどうした本職から見て。から見てどうですか。そうそう、いや、あれはあれで羨ましいですよ。なんかこう、一つ個性になってるし。もうそれがもう通っちゃったらね、もうあの子のキャラが、みたいなのに見たくなるだろうし、みんな。逆に。棒に会いたいと。棒になりたい。僕だって棒になりたい。バカ持ってるんだから。本当だよ。な、でも見てますからね、花くんは。いろんなドラマ。そう、30何本見てるから、週に。はい。すべてのドラマ見てんだよ、あいつ。それだな研究だったんだよ。無駄な研究してんだよ。あんだけ見て、ボーっておかしいっすよね。ボーは変わらないって。変わらない。これがすごいね。はい。それでは、塚地さんに聞きます。はい、最近のマイニュース、第1位は。1位。薬丸博秀さんと、元新聞来たの、はい、そうです、どうしたんですか、やっくんさん、まあ薬丸さんと、うん、僕どうやら桃園の親戚なんですよ、親戚、はい、そうでしょ、それが分かったのが、うん、ファミリーヒストリーって番組に薬丸さんが出られてて、うん、NHK の、はい、うん、で母方の故郷みたいな辿っていったら鹿児島の甑島みたいなところに、うんうんうん、たどり着いて、うん、うちの母も甑島出身なんですよ。で母も、うん、はい、で途中でそのファミリーヒストリーって実は以前っていうので僕のファミリーヒストリーの時に行った土地と同じやみたいな、同じとこだったの、繋がって、うん、ということでその二人が繋がってたわけ、そうなんですよ、だから、うん、ルーツというか、うん、そのいわゆる名字も一緒で、じゃあ完全にそうなんですね、はい、旧姓、はい、お母様の、なおかつうちの母と、うん、薬丸さんのお母様のな、ね、名前が同姓同名で漢字も一緒だったんですよ。どういうこと、同姓同名なの、はい。全く同じ名前で。すごいね、奇跡だね。奇跡なんですよ。それところ見て驚いて。もちろんね、現場でこう、収録してる薬丸さんも驚いてて。そりゃ驚く、ね。お母さん同じじゃないんですよね。お、違うんですよ。それは違いますよ。それどうやってんすか、どうやって行き来してるんですか、それお母様。同姓同名の、はい。漢字も一緒で。それでそれもあったの、会ってないんですよ、まだ。え、会ってないの、はい。で、向こうもただびっくりしてるわけだ。びっくりしてて、お互い僕がツイッターでとか、ヤクマラさんがブログで。ここでびっくりした。ここでびっくりした。ここでそれぞれびっくりしたって話をしてて。うん、まだ会ってないよ。会ってないんですよ。会いたいなと思ってて。じゃあ全く間違いないんだよね、それ繋がってる。はい、もう NHK が調べてるから。もうすごいよな、あれはみな。はい、あるんだなと思って、そういうの。しかもその、いわゆるなんか、部族みたいなことやったらしいんですよ。柔術を使う。で、うちの相方って柔術、やってるんですよ。相方変わってる。今日来てない相方が柔術もやってまして、うん、なおかつその流派が鈴木流っていうところの柔術を学んでた一族なんですね。そっちが、そうです。うちの母方が、はい、鈴木流って言うんですけど、患者も鈴木で、鈴木流柔術の使い手の一族だったんです。何個も乗っかってて。乗っかってんね。はい、神田白山ももともとが柔術家のあれなんて。あ、そうなんですか、すげえ強え。なんか有名な格闘家の。あいつ強かったんだ、あいつ。全部。あいつのところも。じゃあそっちもそうなんだ。そうなんですよ。いや、珍しい話あるね。はい。いろんな偶然があって。じゃあもう少し残ってもらいます。はい。はい、よろしくお願いします。一応なんかさ、相方がさ、はい、アンケート答えてる。生意気に。何様なんだっつうの、何様で来ずに。何答えてんの、マジスターじゃないですか。私のベスト3で。何が私。ふざけんなよ。アンケートが届いております。持ってこい、ほんと。鈴木拓さんのアンケートでございます。3位はネットでドローンを買おうとしたら間違えて6台買ってしまった。しかも掘り下げられないし。掘り下げられない。ねえ。買ったって話だよ。はい、2位が、はい、第2位です。うん、YouTube の立ち上げに機材など数百万円をかけてしまった。やってんだよ、はい、やってんすよ。2年以上経ちますが、登録者がちっとも伸びません。うん、チャンネル名は、鈴木拓、うん、カヤックフィッシングインジャパンでございます。うん、趣味のカヤックと釣りの動画を主に。これ、どうこれ見たことある？いや、これ見たことあるんですけど。どう？汚いんすよ。これ汚い。何やっても汚いよ、もう。汚
どうして？動画も切ってないですよ。動画も切ってプライベートで回してるじゃないですか。うんうん、だからそれこそメイクもしてないし、髪の毛もぶっさぼかね。映像も切ってないし、もう。じゃあ見ないか、みんな。汚いです。汚いの分かるわ、これ。汚いんだろ、これ。汚いそうですよ。汚い動画なんで皆さんぜひ見ないでください。1位があるのかな、うん、はい。第1位はバラエティ番組で滑りすぎて体調壊した。どういうことで体調壊すんですか。今日も体調壊しますけど。また寝込んじゃってるけど。本当だよなぁ。そんなことあるバラエティ滑りすぎて体調壊れる。そうなんですよ。ないだろ僕はないです。でもこの時に僕は、居合わせてたんじゃないですけど、同じ番組出てって、それこそクイズコーナーで大喜利みたいな感じだったんですけど、うん、どれもハマらずにお客さんに、って言われて、うん、へこんで手上げなくなったんですよ、もう後半。で、その後ネタ番組次の日あるから、ネタ番組のネタ合わせしようって言って、俺がここをこうやってもらって、って言ったら、うん、って言って、ここちょっと結構早めに突っ込んでもらったら、うん、って言って、じゃあここはゆっくりめにって言ったら、つかっちゃーんってなって、うん、しんどい滑りすぎてしんどい休ませてくれ休ませてくれって言って、滑りすぎてしんどい。すごいな、しんどいんだ。しんどいってなって、その日、お湯大丈夫かって言って寝ろって言って、うんうん、ネタ合わせを朝に回して、朝起きてきたらまた体調戻ってたからよかったんで、うん、ちょっと、じゃあ、エンタの神様やったんですけど、そのリハーサルでやってたら、うん、続き全然、もう先のセリフとか言うから、いや違う、続き、その後のセリフやから、これやで、って言ったら、はいって言うんですよ。よ、続き、俺って言ったら、はいって言って、あ、やばいやばい、病院行け、病院行けって言って。病院だな。で、病院行って、その、お医者さんに何があったか、胃がね、荒れてると、もう本当に神経的なもんですから、何があったって言って、その番組で、大喜利とかで滑りすぎて、それでしんどいんですって症状を言ったんです。そしたら、医者の先生が、今後なるべく滑らないようにして対処としては、なるべく滑らないようにしてくださいそれができればね、苦労しないんだよな。難しいらしいですよ。それができないんだよ。ああ、その子も滑ってますから。素晴らしいね。最高ですね。ちょっといくつか質問が来てますんで。はい、メール来てます。ありがとうございます。はい、トレンティーノさんです。意外と盛り上がるね、やっぱり。いない方がいいのかもしれない、あいつは。実質問です、はい、相方の鈴木拓さんは代打としての力量十分発揮されましたが、うん、鈴木さんの代役には誰がふさわしいと思いますいないでも切り札だよな代打そうなんですよね代打の切り札だよちょっと被るのは、うん、花子の菊田くんとかねあ彼も何にもしないらしいんですよあれ仕事しない、はい、うち来てもさまーって笑ってんとかって面白いですねなんすよ何がそう2人とも上から行くでしょ鈴木もそうですけど降りるんだよそう鈴木に壁打ちでそうなかなかだって何がなかなかお前殺すぞあいつはそう面白いね菊田はねそうですね菊田が近いかな近いかな金ちゃんさんですはい鈴木拓さんは格闘技をやっていてかなり喧嘩が強いと言われてますが塚地さんは鈴木拓さんと喧嘩したことがあるんですか喧嘩ある一度もないですねとにかくやつがねネタも間違う、ネタを忘れる、覚えても来ない。覚えても来ない。うん。切れられる筋合いがないんですよ。そうそうだよ。何でもやってあげてんのにな。そうなんですよ。だから喧嘩になったことないですね。あいつは切れないわけだ、別にないですけど。切れないです、切れないです。はい。切れる筋合いがないですからね。自分でも分かってるけどな。分かってるんですよ。全部やってもらってるってこと。お手当てももらってるなと。お手当てもいただいてそうですよ。僕、折半して、自分で一人の分も全部鈴木に半分渡してたんで。そうだよな。多分奥さんと共に。お手当て払ってんだもんな。はい、あら鈴木の子は僕が育てたと言っても過言ではない。そうだよな。で、あいつ子供何人の二人いますね。二人も育てんだしかも僕でも一回も歌ったことないんですよ。合わせないのいるのかいないのかも謎ですよ、僕の中では。謎見たことないの見たことないんですよ。謎です。さすがに奥さんはあんだろ奥さんは一回だけですね。それも一回だけですよ。見せないの、はい、結婚式も呼ばれてないですから、僕。どういうこと結婚式あったのいや、あって、その結、次の日に福岡で営業やって、空港で待ち合わせやったんですよ。鈴木が、もう、スーツ着て、空港に現れて、晴れ玉持ってんすよ。何やろと思って。ごめんごめんって。そう、何何って言ったら、いや、ちょっと結婚式があってさ、って言われたから、友達の結婚式出て、朝まで飲んでと思ったら、左手の薬指に思いっきり指輪してるから、結婚ってお前って言ったら、そうだよって言われて。いやいや、呼ばれてない、呼ばれてない。呼ばれなかったの？呼ばれてないですよ。じゃあ誰呼んだんだろうね。いや、身内だ。